じゃあこたつ呼ぶか、みんなもこたつって呼んでね、俺が呼んだら。よしよし、じゃあ呼んでくるね。こたつ、どこだこたつ、おいで。お、この可愛くて小さな小柄の感じの足音はこたつだな。ふうまくん、こんにちは。 3D お披露目おめでとう。ありがとうございます。お、矢越社長、どうしたんですか、そのお体。僕もふうまくんと一緒でバーチャルでたくさん動けるようになりました。どうですか、この体。いや、めちゃくちゃ重い。かわいいです、かわいいです。矢越社長、3D おめでとうございます。ありがとう。見てましたよ、ふうまくんのかっこいい姿。さすがプロのリーダーですね。ありがとうございます。お褒めの言葉ありがとうございます。あ、そうだ、せっかくですし、僕の大好きな、大好物のどら焼き一緒に食べましょう。どうですパク。お、あ、どうです社長、美味しいでしょ。これで僕のお給料も。うーん、美味しい。なんだこの価格。うっ、力が溢れてくる。うわあ、社長、やばい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 。うう、力が抑えられない。このままじゃタレントのみんなが、社員のみんなが僕のせいで傷ついてしまう。うわあ、カマカム式会社の社長さんにやばいもの食べさせちゃった。もしかしてあれ、クビ。くんまくん、安心してください。僕はそんなことはしませんよ。僕は君と出会った時に、君ならアップロを任せられると感じました。その気持ちは今も変わっていません。どうかお願いです、くんまくんの力で僕を。社長、僕にはそんなこと。どら焼き美味しかったですよ。僕と出会ってくれてありがとう。社長と出会えて人生が変わりました。本当に感謝しています。これが今僕が出せる最大の力です。社長、今楽にしてあげますよ。社長、大丈夫ですか。ふうまくん、はあ、無事でよかった。でも俺の力を受けたのにどうして。ちょうどここに来る途中に拾った、これが僕の急所を守ってくれたみたいです。それは僕がみんなが僕にくれた生活費。はあ、よかった、本当によかった。みんなもありがとう。風磨くんは本当に優しいですね。今日こうやって会えてよかったです。引き続きお披露目配信応援してますよ。はい、俺これからも頑張ります。今日は会いに来てくれて本当にありがとうございました。ではまた会社で会いましょう。